ちらにあるのがビッグアグネスのもう一つのテントで、このように長辺に入り口が設けられているタイプなのに対して、短辺に出入り口が設けられているタイプです。これによってフライシートがかぶさった時の全室空間を確保するための生地が少なくなりますので、これによって軽量化も行われています。